アラボーの妹アラミーが認知症について学んでいくこのコーナー、アラミーの知って安心認知症講座。アラミーに認知症について教えてくれるのは、町や地域包括支援センターの大森さんです。アラミー、こんにちは。今日は何か用かな？わかりました。認知症サポーターは認知症について正しい知識を持ち、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。全国におよそ800万人、荒川区にはおよそ1万人います。認知症サポーターの目印はこのオレンジリングです。認知症の人やその家族を温かく見守ったり、認知症のことをあまり知らない人に説明してあげたりするのも良いと思います。荒川区では各地域で認知症サポーター養成講座を実施しています。1時間半くらいの講座を受けることで認知症サポーターになることができます。さらに認知症サポーターの方で認知症についてもっと理解を深めたい、何か活動したいという方向けに認知症サポーターフォローアップ講座を開催しています。次回は来年1月から3回制で実施します。内容は認知症の理解、接し方、ちょっとした地域での支え合い活動などについて考えます。申し込みは高齢者福祉課へお願いします。区では認知症の方を地域で見守ったり助け合う活動をもっと広げていきたいと考えています。ぜひ認知症サポーター講座やフォローアップ講座を受講してくださいね。アラミーの知って安心認知症講座、今回は認知症サポーターをお送りしました。次回もご覧ください。